皆さんこんにちは、立教大学の杉浦です。皆さんクレアチンというサプリメントをご存知でしょうか？30年ぐらい前からですね、世界的に有名になったサプリメントの名前です。もちろんこれは人体にもともとある物質でもあります。今日はクレアチンについて、歴史とかですね、正体はどういうものか、どういうふうに効果があるのか、副作用ってないのかとかですね、解説をしたいと思います。サプリメントに関して正しい知識を身につけることは、スポーツやダイエットをする上でとても大切なことです。ぜひこちらの動画を参考にして正しい知識を身につけていきましょう。今日のタイトルはクレアチンの効果としています。クレアチンというのはクリエイトインと書いてですね、作るという意味から付けられた物質名なんですけど、サプリメントとしてはですね、1992年のバルセロナオリンピック男子 100m において金メダルを取ったリンフォード・クリスティという選手がいまして、イギリスの選手です。32歳で金メダルを取ったということで、実は孫もいたんですね。おじいちゃんが金メダルを取ったっていうのが有名だったんですけれども、この選手がクレアチンを使っているんだっていうことを発表したので、世界的に広まっていきました。同時にですね、同じイギリスのボートの大会でケンブリッジ大学がですね、クレアチンを使って、そしてオックスフォード大学に勝ったと、こういうニュースも世界に広がって注目をされたわけであります。次のアトランタオリンピックの時にアシックスというスポーツのメーカーの方々と一緒に活動してたんですけど、アシックスの契約選手の人たちがいっぱい来るもんですから、その人たちにインタビューをしまして、特に瞬発系のですね、選手です、短距離の選手とか投擲の選手、こういった人たちにインタビューしますと、みんな使っていまして、選手全体でもですね、陸上競技だと6割の選手が使用しているというような状況でした。一方でこれを日本で売ろうと思うとですね、医薬品扱いということで、食品および食品添加物としては認められていなかったんです。クレアチンという名前を書いてですね、発売してしまうとすぐに呼ばれてですね、すぐに排除しなさいと言われてしまいます。なんとか日本でも認可できないものかということで、ずっと活動していました。98年の2月にですね、長野オリンピックがあって、それまで1年間日本代表の選手たちの体づくりのための栄養サポートを行っていたんですけれども、アイスホッケーの日本代表について、彼らのトレーニングをカナダ人のトレーニングコーチが教えてたんですけど、クレアチン使ってみたいっていうことがあったので、海外品の出どころがはっきりしているものを使おうということで調べて、選手たちは使っていました。この年の6月頃から海外の学会にも行ってみたんですけれども、クレアチンのシンポジウムなんていうのが行われてですね、参加者がもううわーっと溢れんばかりにですね、会場に詰めかけて、非常にホットなサプリメントであるということで有名になっていたわけです。98年の6月に厚労省がようやく認可してくれました。週に2回ぐらい行きましてですね、厚労省の食品関係の課長の人を説得して、安全性とかですね、海外の使われ方とか資料を出して説明をしていました。他にも多分クレアチンの原料を日本に入れたいというメーカーがですね、外圧をかけてきたのもあると思うんですけれども、規制緩和されて食品として発売できることになりました。クレアチンの製造特許というのはドイツのバスフという会社が持っていました。そこが原料を作っていろんなメーカーに供給していました。クレアチンがどういう物質かっていうことなんですけど、1832年にフランスのシェブルユーという人が赤身の肉から発見をして、1926年に人の体内にも約 100g 存在しているということが分かりました。そのうちの 95% が骨格筋に存在していてですね、残りの 5% は心臓とか脳とか男性の精巣ですね、そこに存在しているということになります。食品として何に多く含まれているかっていうことなんですが、肉や魚に多くてですね、 100g の食べられる部分の中にニシン 6.5 から 10.0g ですね、鮭だと 4.5g、 マグロ 4g、 タラ 3g、そして牛肉に 4.5g、 豚肉に 5g です。肉や魚を食べるとクレアチンもしっかり入ってくるということなんですけども、実際に取って分解されたりしてですね、他のアミノ酸からもですね、作られていくわけです。体の中だいたい1日に 2g ぐらいが動いているっていう感じなんですけれども、タンパク質からも作られて分解されたアミノ酸になって、グリシン、アルギニン、メチオニン、これから体の中で整合成されるということになります。作られたクレアチンが筋肉に入った場合ですけれども、筋肉の中のですね、酸性アルカリ性の度合いによって、だいたいクレアチンとクレアチンリン酸が1対2で存在しているというふうになっています。ですからリン酸がくっついてですね、クレアチンリン酸というものになったものの方が少し多いんですね。3分の2ぐらいがそうなっています。これが結構重要でして、クレアチンフォスフェートということで CP と書いたんですけど、瞬発系のエネルギーを発揮するときはエネルギーの本体である ATP ですね、アデ
ノシン、トリフォスフェート、アデノシン3、リン酸というふうに呼ばれます。3つリン酸がアデノシンにくっついてるんですけど、このうちの1つが外れるときにエネルギーがグッと発揮されて、1個リン酸がなくなりますから、アデノシン2リン酸、アデノシンダイフォスフェートとかジフォスフェートなんていう言い方なんですけど、 ADP という物質になってしまいます。そうするとエネルギーがもう発揮できなくなるので、筋肉中にある ATP が使われるとすぐに ATP がなくなってしまう。ところが筋肉の中にクレアチンリン酸があると、クレアチンリン酸のリン酸を ADP に渡してですね、ATP を再合成することができます。自分はクレアチンリン酸からクレアチンになってしまう。 ATP がエネルギーを発揮すると、クレアチンリン酸が分解された ADP にリン酸を与えて、また ATP を作るっていう、こういう ATP-CP システムというのが瞬発系のエネルギーシステムとしてあるんですね。でも ATP にも限りがあるし、クレアチンリン酸にも限りがあるので、だいたい8秒ぐらいすると強い力は発揮できなくなると言われています。これをもっと長く発揮できないのかっていうことで研究をしていったんですね。 ATP はなかなか増えないんですね。クレアチンを取ることによって、クレアチンリン酸の筋肉の中の濃度をですね、3割増しにすることができるということが分かってきて、強い力を長く発揮できる、こういう 100m とかですね、ラストスパートで使うような競技とか、スタートダッシュとラストスパートが大事な競技、それから瞬発力を何度も発揮するような競技ですね、ラグビーとかサッカーとか、そういう競技に使われるようになっていったわけです。摂取方法なんですけども、2つ大きくありまして、ローディングといって、クレアチンを大量にですね取って短期間で増やしてしまうという方法があります。1日 20g を5日から7日、研究が5日の研究とか6日の研究、7日の研究っていうのがあるんですけども、だいたい同じぐらいの量まで増えるということで、一気に3割増しにしてしまう。具体的には 5g を4回取るんですけど、3回食事をするとしたら、その時の食後に取って、もう1回はトレーニング後などでいいと思うんですけれども、甘いものとか糖質があるというわけなんですね。ですから食事の時はご飯とかパンとか食べるので糖質がありますから、インスリンが分泌されてクレアチンの取り込みも良くなります。一気に増やした後、急に動けるようになってしまうので、増えた状態に体が慣らそうということで、メンテナンス期というのを置くっていうのが急激に増やした時には必要で、これもだいたい1週間から10日ぐらいやります。増えたクレアチンによって体がよく動くのに、体を慣らしていくっていうことで、トータルで2週間とか半月ぐらいで試合を迎えるっていうやり方が一つ。もう一つはですね、じわじわ法って書いたんですけども、じわじわ慣らしていくっていうことで、クレアチンを少量でもずっと取っていくと、やっぱり3割増しになるっていうことが分かっていて、 3g を30日間ここで試合を迎えるっていう、こういう方法もあります。急に高めてちょっと慣らすっていう短期の方法と、それからじわ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 サプリメントなので、少しずつ取っていきたいんだって人もいますから、どちらの方法を取っても同じように増えていくんだっていうことが分かっています。効果なんですけれども、国際オリンピック委員会 IOC も認めていて、パフォーマンスサプリメントの5つぐらいがあるわけですけど、カフェインなどと一緒にですね、クレアチンも効果のあるサプリメントということで認められています。瞬発力の持続的な発揮、それから瞬発力の繰り返し発揮、それから筋トレをするときにですね、1セット上げて2セット目っていうときに ATP が ADP になったのの再合成とか、時間がかかるので、インターバル短いとなかなかパワーが発揮がうまくできないんですけれども、クレアチンを取っておくことでですね、再合成を早くしてしっかりトレーニングを積むことができる。それによって女子ボール量、筋肉量がアップするということが期待できます。それから筋肉のパンプアップなんていうのもあって、ビルダーの人がですね、コンテストの前にクレアチンを取ることによって、クレアチンが筋肉に十分入ると、筋肉の中のですね、クレアチン濃度っていうのを一定にしようと思って、水が吸い上げられて、筋肉がぐっと膨らむわけですね。それによって筋肉のバルクをアップさせるように見せるんだ。こういう使い方もある。そうです。効果があるってことは副作用もあるんじゃないかってことなんですけど、クレアチンをちゃんと取った場合は副作用はない。肝臓腎臓への負担はどうかなんていうのもあるんですけども、それはないということがはっきりしています。ただしですね、ちゃんと使わないと問題点があります。一つはですね、水分が貯留しますから体重が増える。あまり体重増やしたくない競技の場合にはちょっと問題があるかと思います。食生活を正さないと怪我をするんじゃないかっていうことも言われていて、クレアチンを取っている人が筋肉の痙攣を起こしたとか、そういうことをよく聞くよっていう人もいると思うんですが、動物実験でラットというネズミにですね、餌にクレアチンを混ぜた時に、運動させないで普通のカゴで飼っているネズミだと体重が増えていきます。餌を食べる量が増えるんですね。
横に回転カゴをつけておいて自発的に運動してもらうようにすると1日 5km ぐらい走るんですけれども、筋肉量も多く骨密度が高く骨重量も大きくてですね、腹腔内脂肪っていうのが少なくなって非常に引き締まったネズミができてくるので、尿を取ったりして食べたタンパク質の窒素が尿に同じぐらい出てくるかって見てみると、走ってるネズミは体に窒素を蓄えるようになるんですね。筋肉を作ろうとする働き、あるいは他の部分も作ろうとする働きっていうのが活発になる。それから骨を作る骨ミネラルっていうのがあるんですけど、カルシウムとかマグネシウムとかリンとかですね、体の中に保持するっていうことが分かりましたので、骨も自分たちでどんどん丈夫にしていくっていう、そういうことを動物は自然にやるんですけど、人間がですねクレアチンを取ってパワーをつけるぞとか何度もパワーを発揮するぞってやった時に、食生活も見直してるかっていうとそうでない人が多いんです。十分なタンパク質を取ってるかとかですね、カルシウムとかミネラルビタミン十分に取ってるかっていうとそうでないことが多いので、ちゃんと栄養を取らないと今までと同じ体でそれだけパワーがいっぱい発揮されてしまうっていうことはどっかに歪みが起きますので、これよく考えないといけないと思います。それから体のケアを十分にですね、ウォーミングアップ、クーリングダウン、ストレッチングの体操をしたりとかですね、それから水分が局所的に蓄えられてしまうので他の部分が少なくなってしまう可能性がありますから、いつもより増して水分補給を十分にする。そして最後にですね、製品の純度ですね、これも影響していきます。クレアチンが日本で流行りだした時には安いクレアチンが出回ったことがあるんですけど、それを取ることによって体調が悪いっていう人が結構いました。本来は非常に綺麗な白い色です、サラサラのパウダーなんですけど、その純度で 99.9% 以上クレアチンモノハイドレートの製品っていうのを選ぶっていうことが必要になってくると思います。これをちゃんと守ることによってですね、効果があると思いますので、なんか行き詰まった時に使うことは有効だろうと思うんですけれども、注意点をですねしっかり守ると、そうやって使うとおそらくいい結果が出てくるんじゃないかというふうに思います。ということで今日はクレアチンの実際の正体について解説をしました。この動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録や高評価をお願いいたします。ご質問のある方はコメント欄にお願いいたします。ご視聴誠にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。